その本物のホエール。すげえすげえ。めちゃくちゃ叩かれてる。おおすげえすげえすげえ。水の中のロボ遅い。ピチピチしてるピチピチしてる。かわいいかわいい。かわいいかわいい。ああ。ダメだ。あ、息が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 。何がぶら下がってるの？何がぶら下がってるの？やっぱり。あの今朝これ池で投げてきたんですよ。魚くっついてきたんですよ。食わないまでに。一夏までに魚一匹これで釣り。これ投げたの？投げてきたら。あ、こんなでデビューしちゃったの？下爆。この前よ。コージと申します。あ、コージ、あ、コージ、あ。発泡スチロール埋めまくって浮かしてます。これはあれで適当なやつ買ってきた。あ、これもともとルアーのやつ。あ、ルアーの。こう怪我して。バタ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 。すごい。1回目の感動でした。あ、最後はい。すごいな、このゴミさん、ゴミさん、ちょっと。見た目はちょっと。いやー、ええと思う。ええと思う。横開けんのええと思う。はい、ということで、今日はありがとうございました。天気悪い中、ちょっと反対も謝られましたが、結構楽しく、大変ですか、で、入れると、すごいな連動してるのがすごいです。これは、どうなってんの。すごいな、これすごい機能してましたからね、実際ね、早かった。すごいな。もうなんかどういう構造になってるのかもう全然わからない。そうなってるんだ。わ、すげえ。あ、そういうこと。すっごいな。あ、テラサと同じ仕組みや。あー、なるほど。どうなってんの。すげえ。おー、で、無茶しないで、無茶しないで。うわ、すげえ。あ、そういうことか。あ、なるほど。よう考えるな。すごいですね。うわー、すげえ。これどれぐらい時間かかったんですか。1週間。いや、早いな。これもすごかったんですけど。みんな本物のホエールっていうのは分かりました。最初に何言われてんかなと思ったんですけど、あ、そういうことね。ペチペチ。これはすごいな。これタイヤのあれですね、電動で。いや、思いつきますね。すごいですね。これどれぐらい使ってるの。6時間。早いな。手が早い。うわ、こうやな。ピチピチ、ほんまに息がいい。お名前は、ちなみに。父さん、はい、父さん、ありがとうございます。今日は楽しませていただきまして、ありがとうございます。なんかミニ四駆の世界っていうのをちょっと感じれた気がします。あれだ、すごいですね。これは2輪なんですよ。2輪なし、2輪駆動です。これ何を切り出してるんですか。これ何を切り出されてるんですか。セッティングボードかなんかですか。セッティングボード、セッティングボードか。うわぁ、カップ2017。まあまあ貴重品。気にすればよかったんですけどね。いや、でも見せるとタミヤの使ってるよって分かるから、あ、これはこれで賢いなと思いながら。すごいな。で、これ早かったですからね。水の中の推進力といい、これだって比重もすごいし、これ電池2本積んだらダメなんですかね。まあルックスの問題か。そうなんですね。なんかボディが、ボディが接点がわや、これ上に積むしかない。どうやってんの。接点が導線巻いてあるだけなんです。あ、そうなんや。あ、ほんまや。ハンダぐらい使っても大丈夫じゃないですか。すげえな。そうですね、導線巻いてハンダでピッて止めてあるんですよ、電池。これちゃんとあれなんですか、ターミナルなんですか。すげえ。なんやこれ。ミニ四駆怖い。いや、じゃあ水四駆怖い。水四駆怖い。水四駆じゃないけど。お前水肉や。水四駆ね、ミニ四駆ですらこじらせてた人が水四駆やると、あのルールが突破われて、収集がつかんくなってくる。好きなことだよね。ミニ四駆だと、あ、これはもうレギューかなとか言ってるけど、
でもこれあでもあれかシャーシがないもんな、ね、シャーシがないこととあと電池が1本なことと四輪駆動じゃないことを除けばほぼミニ四駆いや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 ほぼ普通の皆さんがやってるミニ四駆と一緒のすごい重要なところ省いてますと思いますよ。VS シャーシとかこう横っちょにペッペッと貼り付けてたらさこれダメかな許してくれんかなあダメダメっすね。あこれつやさんと一緒だこれ囲いレギュラーです。あーかわいい囲いレギュラーこれタイヤの周り囲ってるからそう囲いレギュラーに接触する。そうですもうてもうてそうちょっとお名前はえゴミさんあゴミさんあゴミさんじゃあさっきゴミさんも天才っていう話があったのはすごいなありがとうございますやりましょうか。これがね、さっきね、ミスっとってね、ハマっとらんかって、あ待って待ってなったんですよ。え、ちょっとですね、中の構造も見たいですよ、あ、いいですよ。あ、まずとりあえず始めるの。そうですね。え、じゃあお名前は？あ、シェフロン佐藤です。あ、シェフロンさんですね。ありがとうございます。シェフロンさんです。はい。すげえな。やべえな、これ。どうなってるの？後ろ。あ、え、これモーター直で、あ、なるほど。あ、そういうことか。はい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 。だから本当は片軸モーターなんですよ。でそれを前にも同じものをつけて両軸モーターから前シャフトに。そっか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 。クラウンもおのずとひっくり返るからそのままでいいのかこれ。すげえ何これ。で前にモーターのこうちょん切ってモーターの軸で軸受け作ってモーターちょん切って。これはあのラジコンのパーツなんですか。あそうなんですか。バッテリーの下に切って右と左の重量バランス合わせるやつがタミヤのやつですよ。ミズヨンクはオッケー。ミズヨンクはオッケー。ミズヨンクはオッケー。ラジコンのパーツも OK。 うわこれ低くしすぎて低くしすぎたのでプラパン貼ってごまかしました。すいませんノーマルでもよかったんですけどかっこ悪いと思って削ったら穴開いちゃってあすごいやばいっすね。シャーシだけでお腹いっぱいになるレベルなんだけどボディはまたすごいっすね。あお願いしていいですか。あつけた方がいいです。はいかっこいいな。何これすごいな。やばいですね。ボンネビル。そうですね完全にボンネビル。はい。で最初はキャノピーね。近くで見てもこれレベルやばいやばって感じ。モデラーモデラーです。僕プラモデラーですから。すげえな。なのであのウレタン塗料でさあシャーシとの一体感とかやばくないですかこれ。やばい。下がわからんようにだから下っかは黒くなって一体感が出てます。あ、これ変化やばいやばいっすね。見た目と機能美を合わせて持ってるやつ分かってません。いや、早かったっすよ。いや、ほぼ優勝でしょう、これ